ですね、実は 今月の6月2日から16日までアメリカの方に旅行をするしてきたんですけど、その予定が半年以上ぐらい前に決まってて、でその頃に腰痛、あの脊柱管側弯室狭窄症っていう病気で、でその症状がすごく出て、本当になんか動けないぐらいまでなっちゃって、それであのどうしようもなくって、あの旅行の時に、まあ、せめて1時間ぐらい歩けるぐらいの体に持ってきたいということで、こちらに通い始めたんです。起きて動いたりすると本当にトイレ行くのも、家の中での行動もなんか痛くって、本当にあのなんていうか動けないような状態だったし、それから歩いてもあの本当にわずか近いところでも1回は止まらないと歩けないような状態でした。要するに根本的に治療するためには手術するしかないじゃない。その狭窄だから狭くなったところを広くするしかないでしょ。その先生が初めて教えてくださったのは、そこを治療した時に痛みっていうのはやっぱりすごく複雑だから、果たして取れるかどうかっていうのは正直やってみなきゃ分かんないと。それからリスクとして、あのそこが良くなっても脊椎っていうのはこう並んでるでしょ。だからそこが良くなってもその前後に負担がかかってもう一回再手術ってこともあり得る。だから私も今の状況で手術してこれで全部解決するかもしれないし、だけどよく聞くのはそうじゃなくて、あの効果なかったって人も結構噂には聞くんだよね。だからそういうんであれば、あの今だましだましやれてることでいいかなって、手術は嫌だなと思って、すっごいあったの。1月の、内科の検診の時に、今まではあの糖尿病ってことで大体血糖値が160ぐらいあったり、それが A1C っていうんですか、あれも70に近いような状態になってたんですよね。それが1ヶ月通った段階で110何歩ぐらい、それからあの A1C も60か61に、それで血圧自体も高血圧なんですけど130から110台ぐらい劇的に変わって、内科の先生はお薬をあの減らすということで、逆にあの低血糖になると困るのでと言われたんです、初めてね。それで薬が変わりました。腰は、まあ、その時その時なんですけど、あの調子よくなってきていて、ただ旅行に行く時には斉藤さんに聞いていただければ分かると思うんですけど、すごいストレスだったんです。他のことも並行してやってたんです。フルートをやってて、フルートのコンサートがあったんです、6月2日で、出発も6月2日だから、コンサートが終わってプレ演奏してその足で成田に立ったわけ。だからそれまでの間のストレスってすごかったの。それでね、なんかね、腰が張っちゃってね、どうしようかと思って、旅行じゃダメかなと思いながら行ったのね。でも兄はからんや、きっと体重が少し落ちてたのと、私が推測するのね、落ちてたのと筋肉もそれなりについてたから持ちこたえれたのかなと思うんですけど、旅行中大丈夫だったんですよ。本当に良かったです。あのどこの筋肉をどう使うかとか、骨盤がどうなってるかとか、今まであの考えなかったことを少しずつ考えるようになったのね、アドバイスになって。だからすごい的確なアドバイスいただけるし、自分私の体をずっと持続的に見てくださるから安心だよね。うん、そういう点がよくいいと思います。やっぱりね、あの体力回復期にある人、病院とかなんか病気して、ね、
そういう人にはいいと思うの、総合的な体力をつけるっていう意味で。あとはやっぱり私みたいに慢性的な病気を持っているの、そういうも人にはいいと思う、うん、いや、良かったかどうか分かんないけど、私たちはすごく良かったと思って。やっぱり大きな手術だもん、背骨ってなったら、それ回避できるっていうのはすごいよね。本当にこんなに旅行できると思わなかったからね。これで最後かなって思いながら